どうも、アイトです。五国登場ライスシャワー。ようやく90回ですね。神の力を覚えし。大変なままでも中にアドバイスと思ったんだが、世界流行を相手にするときは、仲間の指示は、投稿、いや、当然、とかの方が良かったのかな。今まで、探索、だったけど、孤立することが多いので、世界流行を倒しきれず、呪い殺されているのだと推測する。世界流行はタフだからね。倒しきれずに見失うと、どうしようもないのだろう。うどん毛などの強化を付与する敵は、逆に、探索、である程度距離を、取っておいた方が安全。まあ、でもある程度一人で敵を、処理できるなら、仲間への指示は、探索、が、安定かな。魔法陣は見つけてくれるし、サナエの場合はライスシャワーで、仲間召喚できるからね。天使は弾幕であるフェイド機を、乗り越えられそうだけど、属心、ソウは不純タイプの敵には、効果がないので注意。サナエのように仲間を召喚する術は、スペルカードのディメンション、コネクトしかないので、あらかじめチームを組ませ、3人ぐらいのチームを、投稿、させれば、安全かな。次にフルイドに挑戦するときは、天使でいろいろ試しながらやってみるのも、良さそう。キャラ性能が違うので攻略パターンも、変わってくるよね。属性で見るならサナエの場合、風属性なので、地属性のフランドールとは、相性が悪い。TODR とはシステムが、大きく変わったので、まだまだ戸惑うばかり。正直、属性や激種は、それほど意識していない。今ある属性ダンジョンや、VR1.05 で、追加された激種ダンジョンも、バージョン 1.05 で、追加された激種ダンジョンも、持ち込み可能ダンジョンだから、ストーリーで育てた武器やフルイドで、拾ったレア装備があれば、ほとんど苦もなくクリアできるので、属性や激種の基礎について、学べた実感があまりない。なら、装備を持ち込むなよって話かもしれないが、これらの仕様の基礎を学ばせるなら、TODR にあった、河川道場、のような形式が良かったのではないだろうか。持ち込み不可ダンジョンなので、当然、ダンジョン内で拾ったものを、使って攻略しなくてはならない。難易度が上がるにつれて、未識別アイテムの種類が、徐々に増えるので、持ち込み不可ダンジョン、いわゆる素潜りダンジョン攻略の、基礎が学べた、素潜りダンジョンもバージョン 1.05 の、時点で、実質、守谷神社のフルイドしかないので、属性や激種ダンジョンは素潜りダンジョンで良かったと、思う。まあ、今の形式で、属性や激種もバッチリ理解している人もいるかもしれないので、結局のところは慣れなんだろうけどね。とりあえず、自分のペースでゆっくりと、ロータスラビリンスを楽しむとするよ。長々とフルイド攻略にあまり関係ないことを、話したけど、まだ91回か。一部のキャラがマヒ状態なのは、でかいイクが原因か。でかいモミジやでかい小笠に、同点状態にされると、厄介だな。加えて、でかいセカーフォーにも注意だな。イクや天使に同点や倍速が、付与されるとまさに地獄。息で敵の出現程度にいると、なかなか嫌な組み合わせだな。いきなり魔法陣、でかいヘカーティアがルナチックインパクトを、しよう。だが、無意味だ。また目の前に魔法陣。敵の出現程度が変わったな。ここでは、でかいエイキ、でかいジンコ、でかいマリサが厄介かな。手癖の悪いのもいるし、次の敵テーブルでは余裕がないと、思うので。
ここらでギャンブルと行こうか。みんなまとめて蹴散らします。よし、まずは1勝。運命の2回戦。みんなまとめて蹴散らします。何もかもおしまいだ。さて、ここらでギャンブルと行こうではないか。みんなまとめて蹴散らします。どういうことだ。もう一度だ。みんなまとめて蹴散らします。敗北の未来を私は拒絶する。未来を切り開いてみせよう。みんなまとめて蹴散らします。まずは一勝目。出ない。続いて運命の2回戦。いや、こっちだ。みんなまとめて蹴散らします。完全勝利。語り潰してあげる。100万円以上達成。これであとはクリアするのに。あなたに名乗らせてやる。生意気な。五穀豊穣ライスショー。超ハウ爆弾野郎、同点しとるやんけ。体調が悪くなってしまいました。マカさんかい。アキューさんは私が守ります。冷静な視点だな。そこなの。大気圏は我が一中にある。地雷原の百鬼夜行か。五穀豊穣ライスショー。ガーズで黙らせてやる。くそ、そんな雑魚だ。あげる私の超能力を。5回打つほのダメージ、大したことないな。みんなまとめて。横並びに戦いに行くか。仲良く揃って死んでいったな。もはやでかいグランドオール大楽勝か。ナマコさんも結構活躍しているね。それには小粒のようだけど。マスタースパークのダメージ平均75か。大したことないな。ヨウムだけ少しピンチかな。マリサにお金盗まれたくないので即降り。天孫降臨の道しるべ。うわぁ。ナズーリンロッドか。どうせならレア装備ください。今回は思ったより収穫悪いな。ナマコタン死んどるし、スミレコもピンチやんけ。世界でミリアの吸血って力が減っているように感じないのだが、仕様変わったのか。なんかいろいろ変わりすぎてわからんな。やはりでかい影響のダメージが痛いな。気がつけばスミレコとミコ、ラビットちゃんも死んどる。
コスズもやられた。これも全てでかい英知って、ヤスの仕業なんだ。さて、ここからが本番だな。奴が待っている。倒れた。卵玉即降り、せずにはいられない。これはまずいな。とりあえず、待機で。ナマコタン以外、自分全滅やんけ。平均ダメージ900以上とか、生き残れるか。ここまで来たら絶対に行って、帰ってやる。そして、まさかのナマコタンハウス。呼んでいたぜ、貴様の下水やり方をな。しかし、敵のナマコタンは破壊の衝動で、死ぬんだな。運よく魔法陣に飛んだな。周囲を警戒しつつメモリアを、回収するぞ。ちょっと、やばいな。生き残りは3人だけか。どうにかなったな。おい、なんで最初からいるんだよ。みんなまとめて蹴散らします。これが私の超能力。映画全員で助かった。この配置、ゴールが近くて遠い。これは、急がば回れ、ってやつだな。まずは体勢を立て直すぜ。いただきます。さあ、ここから仕切り直しだ。美味しそう。なるべく戦闘は避けなければ。くそ、相手をしている暇はないのに。よし、不安をおとりにするか。壊れちゃえ。フランちゃん、笑いながらそのセリフは、どうかと思うよ。敵が集まる前に先に進まなければ。でかいフランドールがいないことを祈るしかない。ちょっとまずいな。死にたなった。ってことは即死にの効果か。くそ、強行突破だ。いいなら来い、すべてを破壊してやる。でかい流化はスルーで、はは、たどり着いたぞ。みんなまとめて蹴散らします。やけに話じゃ到来です。止まれないよ。最後は全員で行って帰るんだ。やり残したことは、何にもない。
モリア神社のフルイド、パーティー版、全ミッション達成。最後に持ち帰ったものの確認。長かった。割と邪道な方法で100万円ミッションを達成したと思うが、許して、とてもじゃないが、ノーリセットでは達成できそうになかった。とりあえず、残りは天使とソロバンだな。そろそろ次のアップデート来ないかな。それでは、今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。